赤馬でのあらこれだけ出ました。これ宝の山です。これめちゃくちゃうまいんです。この部分お昼ご飯にねもう食べちゃおうということで、おつゆうとか時間がないので今日はおつゆの湯打ちで、おつゆを作っていきます。これ焼いてね入れるとまあなお美味しいんですが、なかなか時間がなくて、もうこれね小一時間鍋に、昆布を浮かべておきました。それにもう出てますんで、塩醤油それからお酒で少しだし、かつおだしをねちょっと入れて、作っていきます。まあ、ネギはね必須で入れていきます。このネギがふたーっとなってもういい感じで甘みが出てきますから、あとはこうきちっとアクを取っていく、アクの処理が一番大切ですね。このようにいい感じに仕上がってきました。これね甘いんですよ。甘鯛のおつゆはきちっとした処理をしていれば、これ皮薄皮、これはの刺身用に引いた皮のもう一つ下にある薄皮です。で、甘鯛の頭はすごく肉があります。食べ応えあります。